はい、本日はですね、視聴者さんが選ぶ春のおすすめアウタートップ4をご紹介していきたいなと思います。ということでね、そろそろ春が来ましたよね。桜の季節が来て、それとも出会いの季節が来たりして、新しい職場に行ったんはいいんやけども、例えば土日にね、花見しようかなんてね、行ってこうアウター着てた時に、ダサくないあの人と、スーツはかっこいいんやけども、なんか私服ダサいよねってなったら困るじゃないですか。もうただでさえコロナでね、出会いがなくなってるっていう時なんでね、職場での出会いというのは非常に大事になってくると思います。まあ僕はもう出会いは必要ないんですけどもね、奥さんがいてるから必要ないんですけども、まあ、今後のね、ちょっと愛人探しには参考させていただきたいなと思いますのでね、皆さんからいただいた春のアウター、どれが人気なのかというのをね、ご紹介させていただこうと思います。本日の流れとしてはですね、まずはトップ4からご紹介します。トップ4、4、3まで行って、2行った後に、番外編に行きます。少数派ではあるんですけども、こういうのメンズからも人気でしたよっていうのもあったりして、まあ、ここら辺にね、ずらーっと今並ばせていただいてます。久々に見るなーみたいなジャケットがあったりするんですけどね、後でまあ着用しますが、そんなんがあったりして、最後はね、やっぱり殿堂1位はやっぱこれですねっていうところでね、終わりにしたいなと思いますので、まずは第4位からいきたいなと思います。第4位、春に人気のアウター第4位というのがですね、ロングコートになっておりました。まあ、ロングコートね、ちょっと僕なかったんで、これあのダウンジャケットなんですけどね、こういうロングの着丈の、まあ、トレンチコートとか、なんか王子様系というかね、あのこう、かっこいい人が着てるようなイメージのコートっていうのがね、第4位でした。っていうのも、票数的にはめちゃくちゃ少ない。8% しか入れなかったから、今投票してもらってるのが7600人やから、7600の8% は600人か。意外とね、これ人気なくてね、ロングコート僕結構人気あるんかなと思ったらね、あ、そんな人気ないんやなっていうところでね、こちら第4位になっておりました。まあこれダウンジャケットだけど一回着てみましょうか。こう春になってきたらね、こんな感じでさって着てますよね、おしゃれな人とかは。でこれまあブラックやけども、ベージュのねコートなんか着ておしゃれに着てると思いますが、意外とこういう丈のね長いやつはね人気なかったということで、僕も買わんでよかったです。買ってレビューしようかなとかって思ったけど、皆さんにとって人気ないんやったらね、無駄金になっちゃうじゃないかということでね、あの買わなくてよかったなと思いますので、こちらが第4位ということになってました。でね、次第3位に行きたいなと思いますが、春のアウターおすすめ第3位というのがこちらです。レザージャケットということでね、まあレザーは定番アイテムではあるんですけども、最近そんなまだ人気がないというか、まあ一部のねバイク乗ってはる人とかは人気あるんかもしれんけども、まあ一般的にはそんな人気ないということで、パーセントとしてもね 13% やから、まあ先のロングコートにちょっと毛が生えたようなぐらいな感じなんでね、レザーはね、まあ好きな人はずっと好き、でもトレンド的にはあんま着てないというね、あの統計結果になったかなと思います。一回着てみましょう。はい、こんな感じでね、まあちょっとねやっぱ男臭くねなっちゃう感じはあるかなと思うんですけども、こちらがね第3位になっておりました。まあちなみに僕このジャケットはね、あのルイスレザーというもう大の大のお気に入りのジャケットになってて、この中身がちらっとねこうイギリスチックな裏地になってるので、これなんかをね、あの花見行った時とか女子とか寒いって言ったら、あ、じゃあもしよかったらこれ着るって言ったらパッて見せてくれ、めっちゃ裏地おしゃれやんって言われそうな雰囲気あるじゃないですか。あの勝手に妄想してるだけ。だから個人的には好きやねんけども、まあ人気はなかったというところでね、こちら第3位になっておりました。では第2位に行きたいなと思うんですけども、春におすすめのアウター第2位ってのはこちらで、コーチジャケットということで、まあ春になるとよく見るのもそうやけど、これバイク乗ってる人もね結構着てるんですよ。だからついつい僕最近バイクばっかり乗ってるから、こう何でもかんでもバイクにこう転換しちゃうんやけども、まあスケーターのね格好する人とかもそうやし、まあこういうロゴとかなかったらね、結構大人の人でもね着れるんかなと思うんですけど、一回着てみましょうか。どうですかね、こんな感じでね、まあロゴとかなかったら結構シンプルな感じになるんかなと思うんですけど、まあこれねちょっとロゴとかあるからあれですけど、まあロゴなかったらね、そんな決め込んでないけども、まあまあまあちょっとね洒落た雰囲気あるかななんて思うんですが、これもそこまで人気なかったですね。 15% ということで、第2位で人気ないでどないってどういうことやねんって感じなんですけど、第1位がねめちゃくちゃ人気あるんですよ。だからもう圧倒的に票数離れすぎたんで、まあ4、3、2はね、まあまあまあそんなもんかと思ってもらったらいいかなと思うんですけど、第1位に今から行く前に、まず番外編に行かせていただきたいなと思います。番外編はね、いろいろとお声いただきました。まあ例えば G ジャンとかね、あ、 G ジャンもいいですよねと、こうデニムのねジャケットでね、もう好きな人は好きなんですよね。対戦モデルとかなんかいろいろあるんですけども、そんなこと喋り出してもキリがないということで、そこは割愛するんですけども、まあデニム系のジャケットであったりとか、あとはね、まあブルゾンですよね。ミリタリー系のジャケットとかもまあブルゾンに入るんですけど、まあブルゾンっていうとまあカテゴリーの話なんで、アイテム名でもないんですけども、あのバラクータのね、あの G9 とかもねそうやと思うんですけど、まあそういったブルゾンがね人気あったりとかしますし、あとやっぱ出てきたのがこれね、やっぱ出てくるかと思いましたけども、バブワーのジャケットでございます。これはもうメンズが好きでたまらないんやけども、女子受けが非常に悪いと、作業員みたいで、なんか女子から言わせたらね、せっかくのデートやのに作業着でこんといてよって思うぐらいね、これ人気ないらしいんですけど、やっぱ男のチャンネルやからね、僕のチャンネル視聴者さんは男の方多いから分かってくれますよね。やけど愛されないと、まあ、そんなジャケットなんですけど、一回これも着てみましょう。ただバブワーに関してはね、もう僕全然着てないんですよ。着ようと思ったらね、一人で出かける時とか全然いいんですけど、やっぱ嫁と出かける時はね、もうそれ着やんといてって言われるからね、まああんま着てないんですけど、でもめちゃくちゃいいんですよ。もう体にこのフィット吸い付くような感じって、そら長いこと残ってるわと。こんだけ着心地のいいやつって、普通ポリウレタンとかつければね、まあまあできるんやけども、このコットンでこのオイルをちゃんと染み込ませてね、昔のイギリスの軍隊で使われてて濡れたどうしようなんて言っててもね、ちゃんとこうやって弾いてくれるんですよっていう、クラシックやねんけども機能性があると。そういうの好きじゃないですか、
男ってね、いやけど女子には分かってもらえない、まあ、男女っていうのはね、あの分かり合えないということでたまによく出ますよね、男女のまっさけど分かってもらえないというね、残念なことがあるんですけども、そんなところでね番外編をお知らせさせていただきました。ではね、第1位いきたいなと思うんですが、もう春の歌もこれ着ときゃいいよというのがね、第1位こちらです。マウンテンパーカーでございます。やっぱりですかと、もうこれに関しては票数がもう桁違いに多い、約 60% の方がね、いやもう春はマウンテンパーカー着ときゃそれええんよということでお声をいただきました。でね、僕以前この今見てもらってるね、このマウンテンライトジャケットっていうジャケットをね、5年間着用してみてどうやったかという動画出させてもらったんですけど、正式には3年5ヶ月らしいです。あのコメント欄でね、これ3年5ヶ月やでって訂正していただいてありがとうございました。あのそうやってね、コメントも同時に見ていただいて動画っていうのは完成していくんだでしょ。だから動画だけで完成するんじゃなくて、皆さんにコメントもいただいて、あ、これ5年ってこいつ言ってたけども3年5ヶ月だったということで、僕もそれで勉強になりましたんでありがとうございましたということで、どんどんねコメントで教えていただきたいなと思うんですが、このマウンテンパーカーがね人気やったということです。ちなみにまあマウンテンパーカー、まあ、この辺でいろいろ出させてもらったんですけど、春先に着るとなってくるとどうなんかな、まあ、この辺りなんかな、まあ、アクテリクスもね人気ですけどね、ちょっと一回着てみましょうか。はい、確かにこれよく見ると最近春先になったらこの格好をしてる人めちゃくちゃ多くないって感じなんですけど、まあトレンドっていうのはね、このアウトドアを取り入れたファッションっていうのがトレンドやから、まあどうしてもね多くはなってくるんですけども、やっぱ今までね着てきた中でトップ4のロングコートはやっぱちょっと動きにくいし、トップ3のレザージャケットはどうしてもちょっと重たさがあるし、トップ2のコーチジャケットは守られてる感があんまりないし、番外編のバブアーとかもそうやねんけども、やっぱ全ての問題点を解決してる。軽くて着心地よくて雨にも対応できてるってなったら、やっぱこうやってマウンテンパーカーにね行き着くんかなと思うんですけども、こちらが第1位ということになっておりました。まあもしかしてね、あのこの僕の動画見ていただいてね、あ、じゃあマウンテンパーカー今から買いに行こうかと思ってはる方がいらっしゃればですね、まあこういったブラックとか買っておけばね、まあどんな時でも使えるんでね、ピクニック行く時でも使えるし、お子さんと遊ぶ時でも使えるし、彼女とデートする時でも使えるから、とにかく黒買っときゃ間違いないんよと。ノースフェイスにしてもそうです、黒買っときゃもう間違いないんよっていうのはね散々言わせていただいてるんですけども、やけどやっぱり黒ってねみんなと一緒になっちゃいますよねとか言ってね困って、結局こうやって色をいっぱい買っちゃうんやけども、まあこの辺がねランキングになってました。だからまあ春のアウターでねマウンテンパーカーいっぱい持ってるよって方は、逆にそのコーチジャケットに行ってみたりとか、ロングジャケットを着ることで人との差別化ができるというか、こうやっぱ人気のジャケットはねマウンテンパーカーにみんな行きがちやから、まあ、じゃなくて俺はレザーに行こうかなとか、じゃなくて俺はあの作業着のバブアーにしようかなとかね、でそうやってね人と違う感じにしてみようかななんていうのもね一つ参考になるんかなと思いましたんで、今回動画を作らせていただきましたということで、本日はですね春のおすすめアウタートップ4を聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。